皆様こんにちは。今回はドラッグストアで購入したプチプラコスメをご紹介したいと思います。ぜひ見ていってください。まずはこちら、酸化と UV スプレー591円、買ってみました。顔も OK でメイクの上からも OK なスプレーなので、私は顔に振りたいなと思った時にこう乾燥サラサラって書いてるので、あんまベタつくのは嫌だなと思って、結構信用しているコーセーさんの商品だし、こちらを買ってみました。こんな感じで振って使うのかな。とこちら菊正宗日本酒のパック540円、こちら7枚入りで1枚増量中になっていたので久しぶりに買ってみました。いつものこちらのフェイスパックに1枚おまけでついています。私は高保湿タイプを買いました。これは前に一度使ったことありますね。これの香りが大好きなんです。すごくこの日本酒の香りがいい香りです。最近あまりパックする暇ないなと思ってパックしてなかったんですが、逆にお風呂上がりに化粧水の代わりにパッとパックしちゃって服着せたりボディクリーム塗ったりした方が効率いいんじゃないかなっていう時もあるので、またパックを買いつつあります。あとこちらがオペラのリップティント、アプリコットカラーを購入してみました。こんな感じのアプリコットカラーです。私はオペラのリップティントの5番のコーラルピンクをずっと使っていて、でベスコスとかに選ばなかったんですけど意外に使ってるんですよね。出してみたらもうこれが限界でこれだけしかないです。結構愛用してて潤いも続くし気に入っていて、オペラ荒れるって話も聞いたことあるんですけど私は荒れなくて合っているみたいで、夏に向けて新しくアプリコットも買ってみました。でどうしてもティントタイプってこのコーラルピンクでも結構最後強くピンクが残っちゃうので、もうちょっと肌に馴染む色がいいなと思って今回はアプリコットを買いました。そしてこちら不老不死の限定ルージュを買いました。これは完全に見た目が可愛くて買いましたよ。めっちゃ可愛い、めっちゃクリスタルで可愛いと思って、限定だしと思って買っちゃいましたね。めっちゃ可愛いですよね。マーブルになってる。 2018SS ヌード3、いろんなカラーのラメが入ったグロスですね。普段あんまりグロスつけないんですけども、 YouTube で撮影するときとかすごく唇の縦じわが気になるので、縦じわをケアっていう風に書いてあったし、どうしても可愛いので買ってみました。そしてこちら、もう待ちきれず開けちゃったんですけども、2017年のベスコスでも選んだコフレドールスマイルアップチークスの違うカラー2番のシアーピンクを買ってみました。こんな感じでくるくるブラシがついていて、このブラシもすごくいいんですよね。こんな感じのカラーです。同じチークを2個買うってあんまりないんですけど、本当にこれはツヤっぽくお肌をきれいに見せてくれるので2色目買いました。そして同じくコフレドールのヌーディーカバーロングキープベース SPF25PA2+ 入っている化粧下地を買いました。このスマイルアップチークが気に入りすぎてコフレドールに注目しているのもあったし、こちらはあまり私の動画でできてないと思うんですけど、こちらのコフレドールヌーディーカバーモイスチャーリクイド UV ファンデーションも結構良かったので、下地はどうなのかなと気になって購入してみました。同じ下地つながりでこちら有名ですよね。私使ったことなかったんですよ。セザンヌの皮脂テカリ防止下地648円。あんまり1000円以下のここまで安いプチプラの下地とかファンデーションとかってちょっと怖いなと思ってあんまり使ったことなかったんですが、今回初めて買ってみました。そしてこちらも初めて、セザンヌのベースメイクを使うのが初めて、セザンヌ UV ファンデーション EX プレミアム
2色しかなくてライトオークルの方を購入しました。前大阪に住んでた時は近くのドラッグストアにセザンヌが売ってなくて、今回住んでいる近くにセザンヌがたくさんあるので、実はセザンヌ縛りメイクをしたいなと思って今回ベースメイクも買ってきました。ちょっとねテンション上がってセザンヌいろいろ買ったんですけど、皆さん興味ありますかね、セザンヌ縛りメイクで。ちゃんと鏡もついていて、あ、パフも薄すぎない、ライトだけど結構濃いめに見える。セザンヌの BB クリームか迷ったんですが、パウダーファンデってあんま使ってる人見ないんじゃないかなと思って、わかんないですけど、私は見たことないのでパウダーファンデにしてみました。こちらセザンヌジェルアイライナーのブラウン、3番のブラウンを買ってみました。こちらのジェルライナーはアイラインにもアイカラーにも付け替える2 in 1らしいです。そしてセザンヌの眉パウダーの新作の方ですね、ニューって書いてました。私はセザンヌの眉パウダーはこちらもうボロボロなんですけど、一番初めのベスコスでこれ選んだと思うんですけど、こちらのセザンヌの眉パウダーすごく気に入っていて、なので期待してこちらの眉パウダーも買ってみました。そしてこちらはもう使っちゃったんですけども、ケイトの眉パウダーも購入しました。これは筆が気に入ってます。ちょっとビセのものをずっと使ってたんですが、他のものも使ってみようと思っていろいろ使ってみようと思います。そしてセザンヌロングラッシュマスカラ518円。セザンヌのマスカラもね使うの初めてなんでかなり楽しみです。いろんなシリーズあったんですけども、私はロングを購入しました。まつげパーマしているのでカールはいいかなと思ってロングにしてみました。そしてマスカラもう一つ、こちらがマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーエッジマイスター、こういったコームタイプのマスカラですね。ちょっと使ってみたんですけど、どうだろう、インスタでは今日まつげいい感じです、何使われましたかって言ってもらったんですが、使い始めだからかちょっとまだいまいち、って感じですかね。こちらが新商品ですね、ニューって書いてます。セザンヌミックスカラーチークのシェーディング20番を買ってみました。普段あんまりシェーディング入れないんですけど、新作だったし縛りメイクしたかったので今回こちらを買ってみました。そしてこちらセザンヌミックスカラーチーク10番のハイライトですね、縛りメイクしたかったのでハイライトも必要かなと思って買ってみました。これはともに734円ですね。これチークも買ったんですよね。チークどこ行った、もう開けて1回使ったんですけども、チークも購入しました。セザンヌのチークはこちらのチークがすごい気に入っていて、セザンヌナチュラルチーク N マット101番を長らく使っていて、ベスコスでも選んでいたかと思うんですけども、今回あえて違うシリーズのチークを買ってみました。そしてこちらも新作のアイシャドウにしました。セザンヌトーンアップアイシャドウ6番カシスオレンジです。ニューって書いてたので、セザンヌの縛りメイクするならなるべく新しいものの方がいいかなと思ってこちらのカラーにしました。セザンヌのアイシャドウはもともとこちらの2番のカラーは持っていて、でもあんまり使ってないのでちょっと楽しみです。そして今回は眉マスカラも買ってみました。最近私めっきり眉マスカラをつけなくなってしまって、ちょっと久しぶりに眉マスカラどうかなと思って今回買ってみました。そしてこちらもニューって書いてありました、ティントですね。ニューって書いててもそんなにすごい新作ってわけじゃないと思うんですけど、どうなんだろう、カラーティントリップの確か2色あって、こちらはピンク系 CT1 番ピンク系っていうのを買ってみました。ちょっとこれは塗ってみたいな、ピント合ってる、うん、かわいい色。あ、え？ちょっと思ったんですけど、今このオレンジのアイメイクに合わない、合わないですよね。新作ばっかり買ってたら今思った、合わない。チークもピンク系だからこれとこれは可愛いと思うんですけど、
どうしよう、アイシャドウだけ買い直すか。でもこれとこれでもここのオレンジの方を強くすれば合いそうです。リップの方を買い直すか。ちょっと縛りメイクするならどれか買い直さないといけないですね。ちょっと息子がいて慌てて買い物したらこんな感じになっちゃいましたはい、またセザンヌ縛りメイク楽しみにしていてください。今回の購入品はこんな感じです。こんな感じでセザンヌの商品をたくさん買ってみました。前の大阪のお家は近くの薬局にセザンヌが売っていなかったので、そんなにセザンヌの商品を持っていなくて、ちょっと見かけてテンション上がって縛りメイクしようかなと思ってたくさん買ってみました。だけどちょっとアイシャドウ、チーク、リップの色が合ってない、合わないものを買ってしまったので、またさらに買い足して次はセザンヌ縛りメイクをしたいと思っています。個人的にファンデーションやマスカラを使うのがすごく楽しみです。今日のリップはこちらのよく使ってる、もう売ってないんですけども限定だったディオールのリップに、早速こちらの今回の購入品でご紹介した不老不死のグロスを上からちょっとだけ塗ってみました。こちら関連動画には上にあなたへのおすすめを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。